35分ほどかかります。またおよそ70キロ先の中央道筑豊方面の東京インター付近を先頭に3キロ渋滞しています。故障車の情報です。中央道東京方面の上野原インター付近で小型トラックが故障して止まっているという第一報が入りました。詳細については現在確認を行っております。続いて川口湖方面へ向かっている方にお知らせします。この時間東富士五湖道路須走インターまでの区間では順調に流れています。午後0時20分現在の高速道路情報をお知らせします。中央道へ向かっている方に交通収集による渋滞の情報です。およそ35キロ先の中央道東京方面の小仏トンネルを先頭に中野トンネルの先まで13キロほど渋滞しています。この渋滞を抜けるのに50分ほどかかります。またおよそ70キロ先の中央道東京方面の調布インター付近を先頭に5キロ渋滞しています。次に故障車の情報です。中央道東京方面の上野原インター付近で小型トラックが故障して止まっているという第一報が入りました。詳細については現在確認を行っております。続いて川口湖方面へ向かっている方にお知らせします。この時間東富士五湖道路須走インターまでの区間では順調に流れています。0時20分現在の高速道路情報をお知らせします。中央道へ向かっている方に交通収集による渋滞の情報です。さあ希望小売価格